Sega.西暦1935年、ヨーロッパ大陸では東ヨーロッパ帝国連合と大西洋連邦機構、2つの大国が大陸の覇権をめぐり全面戦争に突入した。第二次ヨーロッパ大戦の勃発である。ガリア公国、帝国と連邦の狭間に位置する小国家であり、ラグナイトと呼ばれるエネルギー鉱石の産出国でもある。豊富な資源を手中に収めんとする帝国はガリアに宣戦を布告、その領内へと進撃を開始した。後にガリア戦役と呼ばれる戦いの始まりである。この戦いは祖国を守らんと集った義勇軍たちの活躍によりガリア公国の勝利で終結した。しかしその裏にもう一つ救国の部隊がいたことは誰も知らない。ネームレスへ。西暦1935年3月15日、帝国はガリア公国に宣戦を布告。帝国軍第205機甲師団はガリア公国北東の守りの要ギルランダイオ要塞を陥落させ、ガリア領内に侵攻を開始した。3月20日には東部国境を第101機甲師団が突破し、ブルールを制圧。両師団はナジアル平原にて合流し、ガリア公国の首都ランドフリーズを目指そうとしていた。対するガリア軍はファウゼン、アスロン、ディルスバーグに部隊を送り必死の防戦を展開。しかし帝国軍の進軍を止めるには至らず、最終防衛ラインバーゼル近郊まで後退せざるを得なかった。これより我が部隊は帝国軍第14機甲師団の先遣隊をクルト・アービング署へ。前へ。はっ。ランシール王立士官学校を首席で卒業した君に戦闘指揮を任せる。歴代最高成績を収めた君の実力を見せてみろ。本当にやれるのかよ。首席といったってあいつまだ2戦目だろ。初陣が奇跡的な勝利だったとは言ってもな。
俺たちはほとんど新兵だってのに。隊長は責任をあいつに押し付けたいんだろうよ。静まれ。では少尉、指揮を委任されたアービング少尉だ。最初に言っておく、この戦いすでに我が軍の勝利は決まった。何を言ってるんだ。我々は無傷で敵先遣隊を全滅させ、この地を制する予定だ。無傷で先遣隊を全滅させる？簡単に言いやがった。アービング少尉、作戦の説明を。部隊を二手に分ける。敵陣正面に兵員5名、残りは敵陣後方。正面にたった5名だと？正面の5名は牽制射撃を行い、敵の注意を直後に主力部隊が背後から奇襲を仕掛ける。これで勝利は確定する。面白い作戦だ。はっ。正面より攻撃、敵襲です。ガリア軍め、この地で迎撃してくるか。隊長、後方にもガリア軍が。なんだと。後方のガリア軍突っ込んできます。そっちはおそらく陽動だ。敵本体は前にいる。はっ。